はい、こんにちは、116ウィンズです。今期のレギュラーシーズンも残すところあと1週間強。そんな時期にちょっとびっくりなニュースが出てきまして、ナショナルズのショート CJ エイブラムスが突如としてマイナートリプル A に降格になったことがチームから発表されました。エイブラムスは今季138試合に出場してホームラン20本31盗塁、ベースボールレファレンスサースとウィンザーオリプレイスメントも昨年のキャリアハイに並ぶ 3.4 を叩き出しており、この夏自身初となるオールスターにも選出された選手。確かに後半戦に入ってから調子を大きく落としてはいますが、今季のナショナルズで最もチームに価値をもたらした選手であることに変わりはなく、またそもそもマイナーもシーズンがほぼ終わりのこの時期に今わざわざエイブラムスを調整目的でマイナーに落とす意味もないわけで、まあはっきり言って普通だったら考えられない対応です。ナショナルズのマルティネス監督は今回のエイブラムスのマイナー降格の背景を彼のパフォーマンスが原因ではなく内部の問題と説明していますが、それ以上の具体的な理由についての明言は避けています。つまりエイブラムスの心のところの不振が原因ではなく、ただそれでもマイナー降格に値する何かをエイブラムスが起こした、そう考えるのが自然でしょう。そしてその理由について、どうもエイブラムスがデーゲームの直前に徹夜でカジノで遊んでいたことが原因なのではないかと現地では報道されています。ナショナルズは現地9月19日から敵地シカゴでカブスとの4連戦を戦っていますが、9月19日がナイター、翌9月20日が現地時間13時20分開始のデーゲームというスケジュールとなっていました。でエイブラムスはどうも19日のナイター終了後からシカゴのカジノで遊び始め、少なくとも翌日朝8時にカジノにいたところが写真に収められ、その姿はネットでも拡散されているところです。後半戦に入ってエイブラムスのバットは完全に湿ってしまいましたが、ここ数試合は少し当たりが出始めており、9月11日からの5試合で18打数10安打、カジノに行く直前の9月19日の試合では5打数4安打の固め打ちも見せていましたが、徹夜で迎えたとされる9月20日の試合は3打数ノーヒットに終わっていました。ナショナルズのトリプル A ロチェスターレッドウィングスは今季プレーオフ進出を逃しており、明日の試合が今季の最終戦、そのためエイブラムスはフロリダ州にあるナショナルズのトレーニング施設に向かう予定のようで、また今季 MLB に再度合流はしないとみられています。懲罰的な意味合いの強いマイナー降格と言ってもいいでしょうかね。こういった懲罰降格はまあ頻繁にとは言いませんがたまにありますよね。近年で比較的話題になった出来事で言えば、4年前の2020年に当時インディアンスに在籍していた先発投手のマイク・クレビンジャーとザック・プリーサクが共にマイナー降格となった事例が思い浮かびます。2020年はコロナ禍での短縮シーズンで選手も試合以外の外出に関して大幅な制約があったわけですけれども、クレビンジャーとプリーサックの両者は共に遠征先で当時のプロトコル違反となる無断外出をした結果マイナー降格になってしまったと、当時のインディアンスフロンター2人の降格は懲罰ではないとコメントはしていましたが、チームの先発ローテーションの5人中2人、しかも成績も悪くなかった2人をわざわざマイナーに落とす理由なんて普通はないわけで、懲罰の意味合いが全くないと言われたらそうではないとは思いますけどね。野球はやはりチームスポーツなわけで、かつ約半年もの間同じ時間を過ごすわけですから、チームの中での決め事、規律を守ることはチームに対する責任を個々人が持つという意味でも重要ですし、それを果たせないとなれば時に大きな代償を伴うことにはなるでしょう。アメリカでもそういったことに対する厳しさは相当にある認識です。しかし今期のエイブラムスのシーズンがこのような形で終わりを迎えてしまったのは本当に残念でなりません。2022年途中にフアン・ソトのトレードでパドレスからやってきて、最初は特にバッティングが MLB レベルでは厳しそうな印象でしたが、昨年の後半戦徐々に引っ張りでパワーを発揮するようになったことでそこに改善の兆しが見られ、そして今季の前半戦はそれが偶然でないことを証明するようなロケットスタート。6月末時点の WRC プラス135は MLB 全野手中22位、最終的に前半戦トータルでも89試合に出場してホームラン15本、 OPS 8割3分1厘と今までのエイブラムスを考えたら攻撃面で本当に素晴らしいパフォーマンスでしたよ。オールスター選出に関しても納得の選出だったと思います。冒頭でも触れたように後半戦に入ってから調子を大きく落としており、 OPS もわずかに5割8分6厘と全く打てておらず、1年間を通していかにパフォーマンスを維持するかが今後の課題とはなりそうでしたが、それでも彼がこれからのナショナルズの中心的存在になる未来がより明確になった年だと思いますし、苦しんだ後半戦ではありましたが最後いいフィニッシュができたらと思っていました。それが徹夜カジノでマイナー降格フィニッシュになるなんて、オールスター選ばれた時にはまさかこんなことになるとは思いませんでしたよ。ということでオールスターに選ばれた年を最後はマイナーで終えるというなんとも悲しい結末を迎えてしまったエイブラムスですが、徹夜カジノの代償は単にマイナー落ちにとどまりません。 MLB にいない以上エイブラムスは MLB での年俸を受け取ることができません。
AP 通信によればエイブラムスの今季年俸は最低年俸をわずかに上回る75万2400ドル、一方で彼の契約においてマイナーにいる場合の年俸は36万2100ドルと規定されているようで、今シーズンの最後1週間強をマイナーで過ごすことにより差し引き2万ドル弱を失う計算となります。カジノでエイブラムスが勝ったのか負けたのか分かりませんが、多少勝ったとしても収支が大幅にマイナスになってもおかしくはないくらいの給料の減り方ではあります。痛いレッスン料ともなってしまったかもしれません。ただ幸いなことに今後の彼のキャリアに響くようなマイナー降格ではなく、マイナーに落ちたことでサービスタイムの計上も止まってしまうんですが、すでにエイブラムスは今季172日以上をメジャーで過ごしたことから1年分のサービスタイムは獲得済みですから、今季オフに当初の予定通りスーパー2の対象となり年俸調停の資格を得ること、さらにはその後の FA 権取得に関しても今回のマイナー降格は影響しません。徹夜カジノ事件を起こすタイミングがこのレギュラーシーズン最終盤だったのは本人のキャリアだけを考えますと不幸中の幸いだったかもしれません。知りませんね。ちなみに今からではマイナーで20日間以上過ごすことができませんので、今回の一件でエイブラムスのマイナーリーグオプションが飛翔されることはないはずで、チームにとってもエイブラムスが MLB にいないこと以上の不利益はないとも思われます。今回はこのようなマイナー降格となってしまいましたが、ただナショナルズは引き続きエイブラムスに高い期待を寄せているはずです。今季はジェームズ・ウッド、ディラン・クルーズと球界内でも有数のトッププロスペクトがそれぞれメジャーデビューを果たし、今後も楽しみな若手選手が続きそうなナショナルズですが、おそらく徐々にコンテンド体制に戻ることになるかと思います。そのチームを考えるにあたってフロントはエイブラムスを中心的存在として考えているはずで、それに見合うだけの活躍も期待しているでしょう。来月24歳の誕生日とまだまだ若いエイブラムスですが、中心選手としての自覚もだんだんと求められてくることにはなるでしょうか。徹夜カジノによってオールスターに選ばれた年をマイナーで終えるという本人にとっても悔しい結末を迎えたばかりでなく、まだまだ年俸が低い選手としては安くはない金額までも失い、決して軽いとは言い難い代償を支払うことにはなってしまいましたが、これがさらなる成長の機会となればいいですし、ナショナルズとしてもそうなってほしいことでしょう。さらに大きくなったエイブラムスの姿を来年見ることができるのか、そこに関しては本人が来年のパフォーマンスで示すしかないのかなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。